姫路よりやってまいりました桐生でございます。日岡さん大きな拍手ありがとうございます。はい、今年は結成10周年なんとかここまでやってこれました。その成果を見せる踊り、姫路の城下町に伝わってきた商人の素の踊りでございます。どうぞ大きな手拍子をお願いいたします。噛んだな噛んだな。はい、それでは桐生構え。伝わる城下町には三番娘と若旦那踊り比べの大好きなこの町の商人がございました。うちの店が一番と客を呼び込む娘たち、それに負けじと若旦那両者を客の奪い合い、可愛い看板娘の踊りと参りましょう。そう、あ、負けじと若旦那命踊りや。商人どもは力を合わせ心の踊り、これが桐生の入れ商人。この絆心一つに重き